圧縮率が高すぎたのではないかな。こんなものだろう。初めてにしては上出来だ。見慣れぬ体に驚いている。無理もない。イル・ウム・エルイオラ・キル・アム・サイエス。よろしい、合格だ。ここまではな。名は何とする。我らは娘よ、何時のパートナーの名は。グラム。召喚の儀式、滞りなく済ませたようだな、ティアラ。はい、ありがとうございます。これからが本当の試練だ。グラムが真のパートナーとなるか否かはお前次第。契約が成就せぬ時は分かっておるな。はい、長老様のご好意によりいただいたこの機会、無駄にはいたしません。うん、期待しておるぞ。この者は未だ与えられた体に魂が固着されておらん。それゆえ今のような姿なき者どもが狙っているのだ。無論我らがおる限り奴らに手出しはさせん。だが召喚の間では何が起こるか予測がつきにくい。そなたも心しておくのだぞ。はい。そう来るのね。それじゃあ私は。ティアラ、ティアラ、ティアラの番よ。でこんな手じゃなかった。そう、そうよ。本当に自信を持ってそう言える、ティアラったら気持ちがよそにいってるんだもの。そんなことないわよ。じゃあどんな手だった。確かここがこう。それじゃああなた罪よ。本当はこっち。あ、そうそう、これよ。やっぱりずるいわ。よそ見ばっかりしてるからいけないのよ、兄さん。なんだい、サラ。ティアラがね、相手をしてほしいって。ちょっと、サラ。強くなったのよ、ティアラ。頑張ってね、ティアラ。サラ、お茶を入れてくるわね。ティアラ、何がいい。私タイム。兄さんはカモミールよね。ああ、頼むよ。はーい。駒を戻すよ、いいかな。ええ、あ、
気分はどうだい？大丈夫よ兄さん。ごめんなさい、少しはしゃぎすぎたみたいね。そうだな。でもティアラと二人きりになれたでしょ。少し眠るといい。アム、テレス、ラルフォンテス、我が声に耳を傾けよ。我が魂の輝きに触れよ。メルエ・エスナス、エルデ・デム・メス・フェルニエス、我が声に応えよ。そうかい、大変だったね。すっかり怯えちゃって困ってるの。全く別の世界から召喚されたんだ。無理もないよ。そういう決まりなの、僕らにとってはね。でも彼にはどうかな。何の断りもなく連れてこられた上に全く別の体をあてがわれているんだから、理不尽な話だよ。うん、ごめん、君を責めてるんじゃないんだ。グラムは私の最初のパートナーよ。仲良くしたいし大切にするわ。それは奨励席だね。うん、昔の人たちが力を貸してくれるの。私一人じゃまだ無理だからって。過去の術師たちか。それでも君の歳でパートナーを持つ子は初めてだろ。カゲツだって力を持ってるじゃない。僕のは貸し与えられたもの。君たちとは違うさ。力、力か。誰にでも授けられるものじゃない。君のような力は特にね。もっと頑張りなさいってことね。
じゃあこれでチェックよ。はあ、負けちゃった。これで5連勝ね。もう今に見てなさい。レナは強くなったわ。兄さんといい勝負かも。勝ったことあるわよ。いつの間に？でも一回だけね。何回勝負したの？それは内緒。そうだわ、もうお祭りの季節なのよね。そうね。ティアラだわ。そう。じゃあ私そろそろ。あ、いいわ、後でするから。じゃあごちそうさま。レナ、ねえ、たまには3人でお話ししない？うん、またね。そうじゃないのよ。